ロドネー級装甲艦はイギリス海軍の早々機の装甲艦で関係的に低還元に巨砲を持つブレストワーク、モニターの系譜である。本級は仮想的国フランス海軍が増強し続ける装甲艦税への対抗艦として従来の 30.5cm ライフル砲に変えて新型の 34.3cm ライフル砲を搭載された艦である。本艦は フランス海軍の34センチメートル砲を持つ装甲艦アミラル・デュプレに対抗すべく建造計画が立ち上げられたアドミラルグループの初期の艦として設計、建造をされた。基本設計はドレッドノートと同一であるが手法は砲塔形式ではなく露天に置かれて防御はなかった。アンソンを描いた絵画。ドック入りをしたキャンパーダウンの艦首の写真。 キャンパーダウンはこの昇格でビクトリアに追突して撃沈した。船体形状は全球に引き続き、還元の低い平ら乾板型船体となっている。水面から垂直に切り立った、艦首水面下に昇格を持ち、平坦な干渉パ板上に 34.3cm ライフル砲を、連装砲画に据えた 292mm 装甲を張り合わせたバーベットが一機、その背後にから、 上部構造物が始まり、全部に司令塔の上に、両脇に船橋を持つ操打環境の背後に直列に並んだ日本煙突と、ミリタリーマスト1本が立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは、 水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見回せる校舎に大水雷撃対用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれど、この時代の列強各国の大型艦の多くに見られたマストの形態であった。本艦のミリタリーマストは簡素な短脚式で長部と中段の二段の見張り台が設けられており、四点七センチメートル炭装砲を 配置した。構造物の上はキセル型の通風塔が立ち並び、その外側は関西艇置き場となっていた。関西艇はミリタリーマストを基部とするクレーン1機と2本1組のボートダビットが片元3組ずつ計6組により運用された。上部構造物の側面は厚さ1 5 2ト、mm、ルの鉄板が貼られ、小舟の原則砲のように複砲の砲角となっており、 艦内 25.2cm 速射砲が単装砲がで片元3機ずつ計6機を搭載していた。ミリタリーマストの下に後部見張り所で上部構造物は終了し、後部甲板上に後ろ向きで2番手法のバーベット1機が配置された。本艦の原則のケースメートには原則ケースメート配置した。本級の手法の 34.3cm 連装砲。 本級は重量軽減のために、砲塔形式ではなく、防御力が劣っていた。本型の手法は全級に引き続き、アームストロング1885年型34.3センチメートル模倉式砲を採用した。その性能は600キログラムの砲弾を、最大行角13.5度で1930メートルまで届かせられた。 この方を新設計の連装方がに据え付けた。方針は方がに直接固定され、方針と方がを丸ごと水圧駆動のアクチュエーターで上下させる形式であった。方針の不行能力は行角13.5度、深く三度で、装填時は目いっぱい行角をかけて砲尾を装填機に近づけてからラマーで方針内に砲弾や装薬を装填した。方がの旋回角度は、 単体守備線方向を0度として、左右135度の旋回角度を持ち、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に蒸気ポンプによる水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は2分間に一発であった。この砲を新設計の連装式の露砲塔に収めた。砲塔のバーベットは、髪型から見て、洋なし形状の奥に向けて尖った。 弾炎塔となっているのは、奥部に砲弾の装填機構や弾薬庫から砲弾を輸送する溶弾塔が砲塔と別個に備わっているためである。すでにフランス海軍の主力艦では現代と同様に内部に溶弾塔などの機構を内蔵するものが実用化されているのだが、この頃のイギリス海軍の砲塔旋回機構は構造が複雑であったために別個に設けられた。複砲は、 マーク i 1 5 2センチメートルライフル砲を採用した。これを原則ケースメート配置で単装砲がで片元3機ずつ計6機を配置した。他に耐水雷艇迎撃用にフランスのオチキス射精オチキス4 7センチメートル機砲を採用し単装砲がで10機を装備した。その他に 対艦攻撃用に45.7センチメートル水上魚雷発射管を単装で4機装備した。ありがとうございます。